ファンキーフライデーは、ファンキーフライデーは、FM ナック5で毎週金曜日に放送されているラジオ番組である。通称、ファンフラ。およそ9時間もの生放送を行っており、日本のラジオにおける定期番組では有数の長時間番組となっている。1990年から3年間にわたって放送された、スーパーフライデーハヌルルナック5が終了し、 その放送枠を引き継ぎ1993年10月1日から放送されている n a c ブ金曜日の看板番組である。東京高速道路の高架下にある銀座スタジオからの生放送。放送開始から20年以上経った今でも常に関東地方のラジオ聴取率1位争いに食い込んでくる人気がある。当番組は ラジオネームの投稿を一切認めていないため、投稿者の名前は本名が読まれる。そのため、本名での放送を望まない投稿者は、匿名希望、下の名前のみ希望というリスナーもいる。ファンフラの全時間帯が、王の聖太郎ハイパーラジオとなった2010年10月以降、トータル12時間を、ゴールデンフライデーへと命打って企画したことがある。 2010年10月1日、ラテラン上で、枠統合。ゴールデンフライデー勢ー太郎カツヤの金曜が、再び、として書かれた。2011年2月18日、枠統合企画。ゴールデンフライデー大、のせ太郎小林カツヤがハワイから生放送。として、アメリカ合衆国ハワイ州から放送された。そのため、翌日放送の小林出演。 他局のラジオ番組はピンチヒッターとして坂上美希が出演した。2ヶ月に一度の調子率調査週間ではプレゼントの強化は行われるものの月から木曜日午後の午後マンズなどのような大々的な予告は行われない。ナックファイブ開局26周年を迎えた2014年10月31日は特別番組を敷かずにナックファイブ26スアニバーサリー。 ファンキーフライデースペシャルとして放送した。2018年3月27日には、埼玉スーパーアリーナトイロにて、小林克也ザナンバーワンバンド大、最後の晩餐ライブ、オリスナー500人を招待して行った。2021年1月15日現在のタイムテーブル。15時以降の交通情報は交通管制センターの森下夏子が担当している。 オープニング後と11から13時15時の正時及び番組終了直後に n a c ブニュース10時に n a c ブモーニングライン16時に n a c ブアフタヌーンライン17時に n a c ブ経済情報が挿入されているモーニングラインアフタヌーンライン経済情報は月から木曜と内容や放送時間が若干異なるオープニング後は 大宮本社のニュースデスクへの不りで小林克也が担当キャスターへのむっちゃぶりやおだけにも取れるコメントをすることがあるため受ける側のキャスターが反応に一苦労することも多い。トラフィックの BGM は他の番組と異なり週ごとに変わる。この番組では小林克也が担当の女性をフルネームで紹介したり次の放送時間を自分頃ではなく30分後と言ったり 交通戦流後には、霊霊がお送りしましたと言って、締めくくっており、ナックファイブた番組とはスタイルが異なっている。全英トップ10、全米トップ11杯のコーヒーから面接クイズ。ジングルもナックファイブのステーションジングルを BGM にして、小林が歌っているバージョンや、スーパーマリオワールドで使われた地上面や地下面のクリアする BGM で街で一番ラジオは、 ファンキーフライデーと歌ったりや、谷村新司のいい日食べ立ちの部分のところを、あと、ファンキーはどこよ、フライデーはここよ、いらっしゃからいとか、スタッフも自らブルーハーツのリンダリンダの部分を、ファンキーフライデーと歌ったり、小林が群馬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 千葉、埼玉ファンキーフライデーと歌うバージョンがあるなどバラエティに飛んでいる。近年では、乃木坂46の 命は美しいを、ファンキーは、美しいと、替え歌したり、ピンクレディの UFO を、ファンキー。RC サクセションのトランジスタラジオの一節を、ああ、ラジコと歌うジングルも存在している。また、2021年現在療養中の当番組の原田ディレクターを示唆するものも多い。ファンフラ自由。 カードは2007年7月6日から2011年1月31日まで OMC カードから発行されていたクレジットカード。各地域にある加盟店では引などを受けることが可能になっていた。2011年1月で発行を受付を終了し、同時にサイトを閉鎖した。ありがとうございます。